皆さんこんにちは、渡辺美奈代です。本日も美奈代スタイルスタートしたいと思います。今日はまったりな日曜日、リビングのお掃除も終わり、日曜日静かな我が家です。そろそろお昼のご飯何食べよう。ノープラン。外にちょっとプラッとお買い物にでも行きましょうか。お腹空いてんのに。まあコンビニとか。コンビニもう休みだからコンビニで手を抜いて。コンビニで手抜くの？今コンビニには冷凍食品の素晴らしく進化したものとかあるし、あなた知らないでしょ。知ってるよ。コンビニでしょ、ローソン、セブンイレブン、ファミリーマート。だからそれは結構ね、意識的に使うけど、そこの中で冷凍食品とか、うんうん、そういうものってあんまり見たことないじゃん。あんまり使わないから。なんか、あ、必要なものとか、あ、ちょっと甘いもの食べたいとか、飲み物みたいな時に入るからね。ちょっとゆっくり、じゃあコンビニ行ってみる。テンション低いけど大丈夫？いつものもやしくんですってどこ行っちゃったの？今日日曜日お休み？日曜日お休みの日ですお休みでした、ごめんなさい。はい、準備も整いましたのでコンビニに行きたいと思います。はい、どこのコンビニに行く？なんかさ、すっごい髪伸びたでしょ私何の話急に。ねえ、5センチぐらい伸びたと思うよ。では行ってきます。さあ、ということでセブンイレブンに行ってきました。こちらから声の参加でなずきもします。いや、相変わらずセブンイレブンの品揃えはすごいね。すごかったね。やっぱりさ、アイスカフェラテめっちゃ美味しいよね。店舗限定のスムージー飲んだでしょ、美味しかったね。なずきがおすすめでジャスミンライスとチーズナンっていうのはね、以前買ってきてたんですけど、私は食べたことがなくて、ジャスミンライス、海外に行った気分になろうって言って買ってきたんでしょ、なずき。チーズキーマカレーとか、グリーンカレーもあったよ。見て、バターチキンもあった。美味しそうだよね。ね、銀だこのたこ焼きもあったよ。で、もやしくん何選んだの？金のシリーズの梅干しがあった。大京焼きとか、そうだよ、これ鮭のハラミ、鮭とかハラミとかあったんで、あとは僕が一番力を入れて、玄米しか食べないので僕玄米にしました。あとおすすめあるでしょ、なずきのもずくだね。もずく、この前なずきとたまたまコンビニ入った時に、二人とももずく好きだから買おうって使って家帰って食べたらな、めっちゃ美味しかったよな。はい、ということなので、じゃあみんなでご飯食べたいと思います。さあ、はい、買ってきました。セブンでいっぱい買っちゃったね。楽しかったね。買ってきましたというか、あっという間に。ちょっと今日はカップ麺とか食べてみましょう。すごいね、これ富田さんの焼きそば。ペヤングとかいろいろ買ってきたので、ペヤングっていうのもこれがメンマいっぱいって書いてあったの、うん、これ何だった？ガーリックの焼きそば。いろいろちょっと食べ比べしてみようかなと思って買ってきました。はい。で、あとは僕はこのカップチャーハン、これ便利、これやってみたので、ね、こんな風にできてます。大好きなおすくも食べて、さあ、なずきはこれ食べたいって。バターチキンね、なずき、うん、最近なずきがなんかジャスミンライスにハマってるらしい。色はそのまんまだね。香りが、香りがジャスミン。あ、本当だ。あとこれも買ってみたの、一口サイズの韓国風のり巻き。うん、いい香り。レモンのタン？何タン？スモークタン。香りはもう完璧ね。ちょっとこれ太麺だね、この富田さん。いただきます。美味しい。美味しい。もずくはもう最高。うん、この沖縄もずくセブンイレブンのやつが多分一番美味しいな。僕ペヤング食べます。ちょっとそれちょうだい。ちょっとそれちょうだい、さっき私に。ペヤングはちょっと細いんだね。うん、お、辛い。美味しいかも。美味しい。美味しいかも。辛い。辛いけど美味しいかも。
もう一口って感じよ。僕はチャーハン食べます。チーズナンも温めてみました。ペヤングってちなみに今ちょっとプチブーム来てんの。そうなの、なんで。今年のアニメみたいなのあって、東京リベンジャーズみたいな、そのキャラクターがペヤング食うかってセリフがあって、それでちょっとブームになってる。ペヤングなんかで中学生ぐらいからあるのかな。そのアニメは特攻服着てる時代なんですよね。そうなの、その時代からペヤングだったよですね。だから本当パパの青春時代というか、子どもの頃のなんか背景にしたドラマとかそういうアニメとか、まあ、ヒットするよね。そう、今の時代80年代が熱い。今80年代でもすごい、70年代だけど、素晴らしい。このチャーハンもちょっと美味しいです。シンプルがうまいと思って。そう、そのまんまシンプルがうまい。ていうかこのペヤングのメンマ多め、ピリ辛でちょっと癖になるかも。どうしよう。このチャーハンもこれ本当美味しい。パラパラじゃん。パラパラだし味もしっかりしてるし、すごいね、こんなこと考える人。明日お弁当にいい。いいかもしれない。ね、本当にいいかもしれないこれ。やってみようかな。うん。セブンのおにぎり。あれ、海苔が巻かれてないおにぎりってあるの？今だって。あるし、そんなことあんまり普通の人驚かないと思うよ。いくらでもあります。いくらだけ。あ、うまい。うん、うん、美味しい。どう、バターチキン。バターが強くて美味しい。これチキンも柔らかいし。ジャスミンライスと合う。ジャスミンライスもインドに行ってる感じですね。セブンイレブンってなんでセブンイレブンっていうか知ってる。7月11日に来たから。ちょっと時間ね。今は24時間の時間ね。1時から11時までやってるっていうのがセブンイレブン。そうなの。セブンイレブンってさ、ちっちゃいサイズっていうのの ものが多かったね。確かに。だってさ、いろんなの食べたいのね、やっぱりちょっとずつ。一人暮らし用の人のためにちょっと一人前っていうことがまずあれなんですよ。ちょっとずついろんなもの食べたいからちょっとずつ買うでしょ。セブンで働いてたの？セブンじゃなくて、今世の中みんなそうですよ。そう、一人前サイズっていうことなんですよ。うん、すごい、おにぎり美味しい。ちょっと辛いので僕専用の皆さんが作ってくれるルイボスティーです。お昼ご飯も食べ終わり、セブンでいっぱい、お買い物してきたので、ちょっとだけ今日はセブンの商品ご紹介しますか。ですね。まあ私がたまに買うもの、ということでティッシュじゃん。これ普通のティッシュだとなんか銘柄っていうの、が書いてあるじゃん。でもセブンのってここだけなの、このティッシュが出てくる入り口のところ、使うときってこれ取るじゃない、何もなくなっちゃうからケースに入れなくていいの。なのでこのまま置けるのでこれを買ってきてる。キッチンスポンジも今回はこの泡立ちがよくって頑固な汚れを落とすハードのタイプを買ってみました。お鍋とかかな、洗うの研磨剤入りなんだって。僕はもうセブンといえばウルトラセブンじゃない。よっしゃっち。それシュワッチ、シュワッチってこうじゃないの。ウルトラセブンはメガネかけるんだよ。ちょうどメガネかけてるからちょうどいいや。ウルトラセブンって老眼なの。その老眼じゃメガネじゃなくて、いいよもう話が長くなるから。スリッパ、ふんわり柔らか洗えるスリッパ、これはね本当にいい。っていうかさ、スリッパ履かない人だったのにさ、履くんですよ。スリッパばっかり買ってくるようになったよね。そうなんですよ。これは低反発だからいいんじゃないの。そう、これも買ってみました。ペーパー類大好きなので、この調理から片付けまでマルチに使えるキッチンペーパー。タオル類を使うよりペーパー類を使ってる方が多くって、水回りには必ずペーパー類を置いて手を洗ったり台を拭いてみたりというので必ず置いてあるので、ちょっと今回はこれを試してみようと思い買ってきました。でもなんかデコボコデコボコしてるのでお水と汚れが取れやすいみたいで、油もちゃんと吸収する。で、あと見つけたのは大好きなじゃん、チョコバット。チョコバットね、2本買ってきちゃった。これね、昔から子供の頃からずっと大好きで、子供の頃に食べてたお菓子って大人になると、え、こんなにだったみたいなことあるでしょ、でもこのチョコバットだけは裏切らない。
ずっと一緒で今もやっぱり美味しい。こうやって食べてたんだ、ちっちゃい時。食べたよ、今も食べてるし。続いてもう一個買ってきちゃった、カプリコ。これも本当に美味しい。この軽い感じたまらないね。どう？冷蔵庫に入れて冷やすタイプ？それともちょっと柔らかい感じがいい感じ？カルシウムもあってマグネシウムも入ってんだよ。一回なずきもハマって食べてたんだよね。だから親子でよく食べてた。僕はこちらです。食べやすい玄米、まあ本当に玄米が逆に最近美味しく感じますので、さっき買ってきたね、あのとろろかけてなずきも食べたいって言ってました、うん、とまあちょっと僕はお菓子で免疫力向上のためにもつまみにんにくカリッと食感っていうやつをちょっと丸ごとにんにくなのかしら。あとはこれですよ。これを食べることによって空腹時をあまりなくして血糖値の上昇バッと上がるのをセーブすることもできる素焼きミックスナッツ食事の前とかちょっとお腹を満たしておくと食事の量も減るし体にもいいしということでちょこちょこっとつまもうかなと思っております。いいもの売ってるんだやっぱり。ポンデケージョって知ってます？チーズのパン。なぜきだったかな、妊娠中すっごい食べてたの。記憶ないでしょ。めちゃくちゃあるよ。ひじきもめちゃくちゃ買いに行ったし。ひじき？そんなん食べてないよ。いや私買いに行ったの俺覚えてんの。とんかつ屋に一緒に行ったんですよ、そのマネが妊娠の時。そしたらね、おかわり自由ってとんかつ屋って書いてあるじゃないですか。そしたら本当に延々食べ続けて、丼3杯とか4杯食べたのはもう今まで見た中で最初で最後だけど、そうだね、すごかった。びっくりしたね、その時は。だってあの時20キロちょっと太ったもんね、うん、で食べづわりだったのよね。食べてないとなんか気持ち悪くなっちゃうから、だから常になんか食べてたのね。今振り返って写真を当時の見るとびっくりするぐらい太ってます。そう、びっくりするね。でもそれをまた何週間というか何ヶ月間でスッと戻したんですよ、ね、そうだね、一人目の時はね。すごかったね、その頃に食べてた。今もね、あるポンデケージョ。それでちょっとね、今ね言い忘れたこと1個あった。いい思い忘れて。妊娠してる時につわりもひどかったんですよ。そうだよ、24年も前のことだから忘れてもらっていい、ね、もん今ゲップっていうのあれ、あれがすごかったの。あのエイリアンかなんかかと思って、あえーみたいなゲップをしてたんですよ。で僕が当時ものすごい疲れてて、マッサージのおじさんかなんか呼んで違う部屋でマッサージしてたら、遠くの方からあーって聞こえるんで、そのおじさんびっくりして手が止まってたもん、ずっと。怪獣がいるんじゃなかった？そう、怪獣が 何飼ってるんだろうこの人っていう感じで見られて、あれは面白かったなっていう話でした。でもこの前 YouTube であのやったよね、何明太子クリームソース、今日これも買ってきました。明太子クリーム、ぜひ明太子クリーム稲田さんの YouTube もご覧ください。あのこれはもう私が飲食店やってた時のナンバーワンメニューでした。今今日これをセブンイレブンも買ってきましたね。こんなに簡単でさ、おうどんを茹でてソースを絡めるだけで美味しいおうどんになったらいいよね。まあね、ね、日曜日休日のお昼間、うん、こんな風にして過ごしてる。だからね、いつもスーパーに行くんですよ。稲田さんにとってのスーパーは遊園地的存在で、ディズニーランド行こうかとかどっか行こうかなんていう誘い文句よりも、あのスーパー行こうかホームセンター行こうかドラッグストア行こうかが一番喜びます。そう、はい、で僕がたまにね一緒に食事とかしててもランチとか食べてその後スーパー行くよっていう時に、まあ、僕が違う予定があって、まあ1時間とは大げさだけど 3,40 分開けて、じゃあ後で合流するよってスーパーに行くと、まあ、大体スーパーって入り口が野菜売り場からこう入ってって、まあお魚お肉って回ってなんか飲み物とか行ってレジみたいなこう動線ってあるじゃないですか。で僕はもう 3,40 分経って合流するんで、もうひょっとしたらもうレジ終わっちゃってるんじゃないかなと思って焦っていくわけですよ。動線の終了地点の方から逆から来るのね、探すんだけど全然いなくて、帰っちゃったかな、どっかエレベーターの方行っちゃったのかなとかいろいろ探すと、まだ入り口付近にいるんです。そうね、滞在時間も長いんです。なのであのいろんなことがアイディアが思いつくんだろうけども、ちょっともうスーパーは行かなくてもこういうコンビニでもちょっと代用できるものがあるんじゃないかということが今日のテーマでした。勉強になりました、はい、ということで、こんな休日皆さんもご夫婦で過ごしてはいかがでしょうか。
ということで、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。ですね。それではさようなら。